はい、こんにちは、アートテラーのトニーです。アートテラーとはアートを楽しく分かりやすく伝える仕事です。アートのストーリーテラーということでアートテラーと名乗っております。さて、この度大丸ミュージアム梅田では3月13日から18日にかけてアートの祭事アートアート大阪が開催されます。現代アートの先駆けとなる作家をはじめ多彩なアーティストの作品が一堂に会します。それからなんとですね、メインの会場には、このお二人が初日の13日と、そして土日である16日、17日にいらっしゃるそうです。本人にお会いできるチャンスです。私、アートテラートニーも3月16日と17日の2日間、会場にて作品解説ツアーを行います。ここでしか聞けない話や作品の背景などを説明できればと思っておりますので、ぜひ皆様ふるってご参加ください。そしてこの映像ではアートアート大阪に展示される作品を何点かピックアップして見どころや作品の背景などを簡単になりますが説明していきたいと思います。はい、じゃあまず最初の作品はこちらですね。 C1 とニック・ウォーカーというイギリスを代表するですねストリートアーティストの巨匠2人のコラボ作品となっています。ニック・ウォーカーというのがですね、この真ん中にいるこの山高帽をかぶった男の人ですね。この人をモチーフに作品を作っている方なんですけれども、これ見て多分、まあ人によってはバンクシーっぽいなと思った人もいるかもしれませんが、むしろ逆でですね、バンクシーがこのニック・ウォーカーの影響を受けているんですね。まあそういう意味ではこうバンクシーに影響を与えた、まあ本当に巨匠中の巨匠の作品です。その周りに何かこう書いてある、こう抽象的なもの。これがですね、今回 C1 が。C1 っていう人もですね、実はスプレーを使ってストリートアートをする作家さんなんですけども、まあ全然違うタイプの二人なんですけれども、なんか作品、まあ僕も今回ここで初めて見ましたけど、まあ違和感なく、なんかこう共存してるというかですね、まあ全然なんか元々このコンビでやってたんじゃないかなっていうぐらいにですね、こうしっくりきています。今回この作品が3点組の今うち1点を紹介してるんですけども、あと2点ありますので、ぜひぜひどんな感じになってるかというのはですね、会場でですね、この3点並んだ姿を楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい、続いて紹介するのはこちらの作品です。見た感じバンクシーに見える作品ですので、バンクシーかと思いきやこちらノットバンクシーという方の作品になります。まあ、イギリスのとあるギャラリーから生まれた、まあ、アーティストユニットが実はやっててですね、もうその存在も、まあ、もうバレてはいるんですけれども、あまりにそのクオリティが高いということから、ノットバンクシーは人気で、今ではノットバンクシーの偽物が出てきているというぐらいになっています。で、この作品なかなか面白い作品でして、まあ、まず描かれているのはモナリザですね。そのモナリザがアンディ・ウォーホルのバナナを持っています。というだけじゃなくて、実はもう一つ美術のネタが隠されてまして、それがこの下に書いてある文字なんですね。アートが好きな人だと、まあもしかしたらピンときたかもしれないんですが、シュルレアリズムを代表するルネ・マグリットという画家がいまして、その画家が描いた作品にイメージの裏切りという作品があります。こちらパイプが書いてあって、その下にこれはパイプではないとフランス語で書かれている作品なんですが、それをこれは多分パロディしてまして、これはノットバンクシーではないと書いてあるんですね。だからノットバンクシーは書いてるのにこれはノットバンクシーではない。一体どういうことなんだろうっていうふうにちょっとこう見てる人を混乱させるような、まあアートが好きな人だとちょっとニヤリとするような、まあそういうような作品になっています。あとちっちゃいところにここにもウォーホルノットとも書かれてますので、ノットバンクシーだけじゃなくてウォーホルでもないよっていう、まあちょっとした遊び心もここにありますので、こう全体を通してですね、このノットバンクシーのなんか仕掛けが散りばめられた楽しい作品になっていると思います。はい、続いて紹介したいのはこちらの作品です。ロックが好きな人だったら、見覚えのあるビジュアルなんじゃないでしょうか。こちらと伝説のロックバンドですね、セックスピストルズのゴッドセーブザクイーンという曲の、まあ、ジャケットに使われた、ビジュアルになります。エリザベス女王のですね、唇にですね、安全ピンが止まっているという強烈な、まあ、ビジュアルですけど、まあ、今見てもですね、結構強烈なインパクトがありますけれども、この作品を描いたのはですね、ジェイミー・リードという方になります。実は昨年お亡くなりになってしまったんですけれども、まあ、彼の作品というのはですね、もう本当にただレコードのジャケットっていうだけじゃなくてですね、もうその作品がイギリスをまあ代表する美術館、テートとか、それからアメリカを代表するモマ、ニューヨーク近代美術館ですね、まあ、そういう数々の世界各国の美術館にも所蔵されている、まあ、それぐらいのクリエイターになります。
まあ、昨年お亡くなりになってしまったということなんですけども、ということで、まあ、ある意味、そういう意味では、注目がこれからまた集まってく作家になると思いますので、まあ、そういう意味でもですね、このジェイミー・リードの、しかも作品としてかなり大きな、まあ、インパクトのある作品がですね、こう見れるというのはですね、非常に興味深いかなというふうに思っております。はい、いかがでしたでしょうか。アートアート大阪はアートをカジュアルに楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。皆様と会場でお会いできるのを楽しみにしています。